編集ソフトウェアで合成、編集された写真写真編集とは、アナログ、デジタルを問わず、写真画像を修正する技法を意味する。フォトレタッチとも、これを職業とする人を、レタッチャーという、英語発音からの他のカタカナ表記で、フォトリタッチ、リタッチャーとする場合もある。写真編集にかつて使われていた道具はウグストデルカ、ポラロイド、 1986年コンピュータ以前の写真編集は、インクや塗料を加筆したり、二重録をしたり、写真やネガフィルムを暗室でつなぎ合わせたり、ポラロイド写真を引っかいたりして行われた。エアブラシも使われていた。英語ではエアブラシによる写真編集をエブラシンと呼んだ。記録にある最初の写真編集の例は1860年代初頭のことで、 ジョンカルフーンの肖像の体とエイブラハム・リンカーンの座っている写真の顔部分をつなぎ合わせ立っているリンカーン像にしたものである。デジタル写真編集に比べ暗室での写真編集は単なる技能というよりも芸術的才能が要求された。その技法はデジタルの場合とほぼ同様だが同じような効果をもたらすにははるかに難しいスキルを要求される。 1980年代には、クアンテルのコンピュータとその上で動作する、ペイントバックスやシーテックスという専用ワークステーションが登場し、デジタル写真編集が可能となった。1980年代後半には、シリコングラフィックスのワークステーション上で動作するバルコクレアトールが登場し、その後各社が画像編集ソフトウェアを発売した。2000年代以降は、 アドビ社のアドビフォートショップが市場をほぼ独占し、事実上の標準となっている。コンピュータ、デジタルカメラ、グラフィックスタブレットなどの出現により、写真編集という用語は、コンピュータ上の作業についてより多く指すようになった。デジタル編集では、デジタルカメラやスマートフォンなどで撮影した写真を直接コンピュータに取り込む。デジタルデータがない場合は、 リバーサルフィルムやネガフィルムあるいは因果詞に焼き付けられた写真をイメージスキャナでデジタイズする。画像編集に使用するグラフィックソフトウェアでは隠し効果を適用し様々な技法で画像を改変できる。ストック写真データベースを利用することもできる。写真編集は非常に微妙なものから大胆な編集まである。場合によっては写真編集後の結果は 編集前と比較すると似ても似つかない画像となっていることがある。写真編集は写真が誕生した時代から行われてきた。アメリカ南北戦争の頃には写真は複数のネガフィルムからホリーバンとして出版されていた。写真は社会的に見れば本質的に写実性を備えている。そのため写真編集は見るものを騙して納得させるために行われたり、 物語性やわかりやすさを強調するために行われることがある。誰かを騙そうとする意図を持って写真編集することで、それが改ざんとみなされ、政治的、倫理的に問題視されることもある。ヨシフ・スターリンは、プロパガンダ目的で写真を改ざんさせていたと言われている。1 9二十年五月五日、前任者、ウラジーミル・レーニンがソビエト軍への演説を行った際、 レフトロツキーも出席していた。スターリンはその時の写真を改ざんさせ、トロツキーが出席していなかったように見せた。また、NKVD のリーダーであったニコライ・エジョフは、スターリンと共に写真に撮影されたことがあるが、1940年に処刑されるとその写真が改ざんされた。これらは一種のダムナティオメモリアへである。写真のニュース価値を高めるために、 写真編集を行った最初のジャーナリストとして1920年代のベルナール・マク・ファデンと彼の合成写真が有名である。1930年代、ジョン・ハート・フィールドはナチのプロパガンダへの批判としてフォトモンタージュと呼ばれる写真編集技法を使用した。現代のデジタルフォトモンタージュのスタイルと技法は 特にイギリスのデザイングループであるヒプノシスによるシュルレアリスム的なアルバムカバー写真により1960年代末には予期されていたスーザン・ソンタグはオン・フォートグラフィーの中で写真における客観性及び客観性の欠如を論じている2020年代になって AI がディープラーニングによって生成した架空の人物の写真が複数の宣伝サイトにおいて 実在の人物であるかのように装い宣伝に悪用されていることが判明している。画像の改ざんについてはいくつかの倫理的理論が提案されている。How to do things with pictures において、ウィリアム・ミッチェルは写真の改ざんの長い歴史を小説し、批判的にそれを議論している。画像改ざんの倫理を主題とした討論で、オーディオリバは、 写真編集が改ざんとみなされるには明確なシフトが必要だと想定した。イメージアクトセオリーにおいてカーソン・レイノルズは言語公位論を写真編集と改ざんに拡大適用した。1982年にナショナルジオグラフィック誌の表紙写真の編集が論争となった。編集者は表紙に収まるように2つのエジプトのピラミッドの距離を縮めてしまったのである。 この件で報道における写真編集の妥当性が議論されるようになった。反対派はその雑誌が現実には存在しないものをあたかも存在しているかのように描写していると主張した。その後も同様の問題はいくつか発生している。例えばアメリカの女性雑誌レッドバック描紙にシェールの写真が使われた時、彼女の笑顔とドレスが修正されていた。また、 2005年にマーサス・チュワートが釈放された時、ニューズウィーク氏の表紙を飾ったが、それには彼女の顔をスリムな女性の体につなぎ合わせた写真を使って刑務所で減量したことを示そうとした。写真編集に関する他の論争として人種差別も絡んだ問題が1994年夏に発生した。オージェイ・シンプソンが申し立てにより彼の妻と彼女の 友人を殺した容疑で逮捕されると複数の出版物が彼の顔写真を掲載した。この時、タイム氏が写真に修正を加えて顔色がより黒く見えるようにして囚人 ID 番号を小さくした。この雑誌は修正されていない同じ写真を使ったニューズウィーク氏と並んで売られたためその違いが際立つ結果となった。2006年のレバノン侵攻の際に アドナンハジという記者が行った写真改ざんの例がある。彼は写真を改ざんして、爆炎を本物より大きくしたり、閃光を複写して、ミサイルの数を増やしたりした。画像の改ざんは日常茶飯事となりつつあり、そのために一般大衆は常に提示された写真が本物か、どうかを疑うようになってきた。デジタル写真が主流となった現代では、雑誌などのマスメディアにおいて、 アドビ h フォトショップを使った写真編集は普通に行われており、現実と虚構を区別することは難しくなりつつある。倫理規定の文書化報道写真のデジタル編集仕様については、倫理規定の文書化が進んでいる。例えば、アメリカ合衆国の全米報道写真家協会が、写真家に対して見るものに誤解させたり、主題を誤り伝える可能性のある画像処理をしないよう、 出版される画像の正確さを徹底するための倫理規定を定めた。規定に違反し、特に出版された写真がデジタル編集によって改ざんされていた場合は、深刻に受け取られる。例えば、ピューリッツァー賞候補にもなった写真家、アーラン・デトリックは、彼がこれまで発表してきた写真の多くが改ざんされたものだったことが発覚して、職を追われた。 アドビ h フォトショップを使用した合成写真。16枚の写真をデジタル画像として光学合成し、本当の景色であるかのように見せた、フォトモンタージュ。フォトショッピングとは、写真のデジタル編集を指す俗語である。アドビ h フォトショップに由来する用語であるが、同様の画像編集ソフトとしては、コーレル社のペイントショッププロ、カレルフォト、ペイント、フリーソフトの銀プなどもある。 発売元であるアドビはこのような用法を好ましく思っていない。商標の普通名称化を懸念していると思われる。アドビの思惑に反してフォトショップは同志としても普通に使われるようになり、写真を編集、合成したり、色調を調整することを指すようになっている。ポップカルチャーではフォートシャーピングはフォトモンタージュをジョークに使うことと関係づけられることがある。 それは例えば fnrk.com に見られるような画像やマット紙に見られる画像である。フォトショッピングされた画像はミーム的に電子メールなどを媒体として広まっていく。有名な画像としてはサメとヘリコプターがある。これはナショナルジオグラフィック協会のフォトオブザイヤーであるとしてかなり広くルフしたがデマであることが明らかとされた。ありがとうございます。